佐藤薫のスペルに合わせたものである。忍ぶ佐藤流。作品によって大井のみ門性を用いる。は、日本の法学者、哲学者であり、医療医科学法学者である。彼の父が大手企業に勤務していた関係で、その不妊先である兵庫県に生まれ、母方の祖先は軽のでではあるにしても、両親は東日本の出身であったため子供の頃から、 東京への思いがあった。現在、大阪大学大学院医学系、研究科母性態事科学研究室数理、保健学部門昌平教授である。元大阪大学大学院医学系、研究科数理保健学研究室教授。海上保安大学校海上警察学、法学講座教官、大阪工業大学知的財産学部コンテンツ、研究所長や、 京都教育大学及び東京の工学系大学院などにおいて法律学や倫理等に関して教弁を取るなどした日本漫画家協会著作権委員国会会議室内でのみ開催された漫画産業の発展を考える会座長日本外国特派員協会の学者会員でもある非常に独創的な考え方をし 日本では初めて著作権と表現の自由の定触に関して提唱するなどしていた。論説、社楽と秋田藩においては、社楽の正体を究明するべく、自説を打ち出し、その中においても、量子論理を用いた、崩壊釈学の必要性ないし可能性を説いたり、江戸時代の著作権様の権利に触れるなどしている。また、彼の著書の代号にもなっている。 知的創造物法という概念を生み出すことで、知的財産法だけでは解決できない創作活動の領域における問題に対処すべく、新たな法概念を形成することを提案している。知的創造物法という言葉を用いた佐藤の著書は、我が国の最高裁判所図書館や米国議会図書館、欧米の主だった大学の図書館にも所蔵されており、彼が主催する、 知的創造物法学会は登録商標である。なお、芸術法という概念を日本で初めて用いたのも佐藤である。音楽をこよなく愛し、バイオリンを弾いていたことも影響してか、クラシックだけではなく、マントバーニ楽団や101、ストリングスオーケストラなどによる静かな曲を好み、そして10代の頃からフランク・シナトラ、ペリー・コモといった往年の歌手の歌をも好んでいた。 世界中の著作者や出版社を新刊させた Google Book s 和解では、米国以外の諸外国には和解の効力は及ばないとする考えを理論立てて示し、日本漫画家協会の声明文にもその見解が表明された。これが世界の先駆けとなりその後ドイツ、フランスが同様の見解を政府声明として公表した。また、これに追従するかのように、 米国司法省までもが和解の効力に異議を唱え、佐藤の見解は、米国州裁判所判事らから絶賛されるに至った。なお、日本漫画家協会の声明文を書くように佐藤に依頼したのは、世界的にも知られている漫画家、松本麗児とモンキーパンチ、そしてアンパンマンで知られる柳瀬隆である。この件以外にも常日頃から漫画家の保護などに関して、 問題意識を有していた松本と加藤並びに佐藤は共に漫画家及びその作品に関わる諸権利を正当に保護し、かつ円滑な利用を図ることにより、漫画家が安心して創作活動に専念できる環境を作ることを目的とした一般財団法人漫画財団を2014年12月に設立した。これにより、漫画不遇の身にある漫画家や漫画に関連した職に。 ある人々を救済することも視野に入れている。しかし、一般財団法人漫画財団の本来の目的である著作権の保護期間延長について、当時実現のメドがついたこともあり、松本、佐藤は設立時理事の任期が満了した時点で継続せず、辞任し、漫画財団という名称は佐藤が商標権者であり、他者の利用を認めない方針であったため、当該財団は消滅した。 ただ、一部の漫画家や、イラストレーターなどから存続を望む声が聞かれたため、新たに、一般社団法人漫画芸術を2021年8月に設立する。役員には、佐藤の理念に感化された、家なき子、新巨人の星や、魔法使いサリー、梶原一期原作の、明日の城に、ルパン三世、風魔一族の陰謀、 うるせえ奴らにビューティフル、ドリーマーなど数多くの著名なアニメ動画の美術監督などを歴任した小林七郎が加わった。小林は宮崎駿のスタジオジブリ制作にかかる隣のトトロや思い出ポロポロなどの美術監督を務めた小賀和夫の師匠であり、同じくジブリで共に作品制作を手掛けた映画監督、押井守からも評されている人物である。 他にその分野では老舗にあたる会社経営者も役員となっている。漫画芸術の目的は漫画財団の時の目的と同じであるが漫画家、イラストレーターらの保護を一層強化したものとなっている。また、大阪大学医学系大学院教授、大野裕子による商人の診察における漫画利用に関する質問を機に、 佐藤が主催する漫画の応用と保護に関する研究会開催時に、大野及び東京大学附属病院看護学研究者らを招き、政治からにその必要性をアピールし漫画を応用した医療機器等の制作に取り組んだ。前述の一般社団法人漫画芸術はその一端を担うものとして設立された。海上保安大学校教官時代においては、 大阪大学全学共通教育機構、非常勤講師も務め、その時に履修生が500名近くいたことから、大行動で講義を行い、試験は2カ所の行動で行われたことは、今も語り草になっている。大野の弟子もその時の履修生であった。佐藤の憲法学における人権理論は愛が根源にある。自然法、自然権思想が次第に軽んじられるに至り、 単純に人権は憲法により付与されたものという考え方が主流を占める中、人権は絶大な存在である神が作りたもうた権利であり裁判規範となるように人間はこれらを憲法点に記したに過ぎないと説く。それは複数の人間が同じ地域に住むのであれば必然的に制約規範が生じるものであり、そのような中において必要となる。 権利イコール人権がおのずと生じるというところに、絶大な存在の何らかのコントロールが働いていると、する考え方であるが、基本的人権に威厳を持たせる意味合いもある。なおこれは、物理学における、超限理論等を社会現象にも応用できると、考えた、佐藤の帰結であるとも言える。それゆえ、英米法のように、キリスト教における神を意味するものではない。 医療と法に関する研究においては、維持法よりもさらに広い概念を有する医療医科学法として、その体系化を図りつつある。憲法の精神を重んじ、患者と医師、看護師といった医療関係者とは対峙するものではなく、すべての人が幸福のうちに一生を送れるものとする、法分野を形成するものである。憲法十五条1項は、社会権の規定であるとしても、 そこから自由権としての健康権を生み出すことは可能であるとし、憲法13条の幸福追求権からも生じるものとする健康権との関係について前者は、ただ単に国から不当な干渉を受けないとする従来の自由権ではなく、国民等の健康をよりよく促進するための方策を国が取れるようにすること、さらに他者からの侵害や妨害が生じないように国の側が予防。 または妨害の排除を進めるべく、政策を促進することに関わる権利であるとする。この点について、社会権のように、抽象的権利説を取るとしても、具体的な法律がなければ、さほど意味をなさない権利とは異なる。量子論的な法解釈の記述に関して、佐藤は次のように説明する。法解釈の世界は、実数と虚数が入り混ざった状態であるから、 複素数によって表され、複素協約によって見ることが可能である。法解釈は、複数の解釈が可能となる場合が多く、裁判との関係で、この状態を、シュレーディンガーの波動関数を用いて記述すれば、下記の通りとなる。全部焦燥、敗燥、一部焦燥と、それぞれ記すと、プサイイコール、A 焦プサイ B ハイプサイ C 部プサイである。 この時に確定判決が全部勝訴となった時は、これがリアルとなり、他の解釈は非リアルとなって全部勝訴に収束することになる。なお、ここで全部勝訴の確率は英称にとなる。しかし、判決が確定するまでは、全部勝訴という判決に、他の見方が収束されるわけではないので、この時点では、両子力学的に言えば、 波動関数の収縮は生じていないと言えると述べ、さらに、シュレディンガーの猫に対するコペンハーゲン解釈に関しては、法解釈においては、妥当するが、猫の生死に関しては、妥当しないとして批判している佐藤が、法解釈において、量子理論を応用したのは、人間の心においても応用が効くものと、考えたからに他ならない。このことは、 原子レベルにおいて意識が存在するとの帰結によるものであり、ものにも心があるとする佐藤の理論や時間結晶に対して何らかの糸口を見出すかも知れない。一見矛盾する表現の自由保障と著作権の保護規定等特殊相対性理論の二つの過程になぞらえて法解釈に関する解説を講義で行うなどは理系の学生や 大学院生のみならず文系の学生らにとっても新鮮であり、興味を抱かせるものであった。私的財産法に関しては、これは協業法としての経済法であるとしつつも、他者を打ち負かすための方ではなく、会社などすべての存在が豊かになるための法であると説く。それはすべての法律の母であるとも言える憲法の根底にあるのは、 愛の実現そのものであると考えることに由来している。従って、私的財産基本法という法律条文に、経営上の用語であるとしても、戦略という語を用いたことに、不快の念を表している。著作権と表現の自由の定触問題に関して、日本で初めて佐藤が学会で発表した時には、しばらく、その何たるかが理解できない学者らが多くいる中、 コンピュータプログラムと著作権に詳しい弁護士であった植松博義だけがその難解な解釈を理解し絶賛した。私的財産実務については、イラストレーターなどのクリエイターが抱えていた多くの問題が佐藤により解決に導かれており、実務会においても重要視されている。松本玲児と牧原のりゆきの訴訟では、第一新党書より、 著作権の問題ではなく不正競争防止法上の問題として捉えるべきであるとしつつも憲法21条1項の対抗言論であって訴訟をすべき事例ではないと断じ結果として高訴訟において和解となった。永年アメリカ物理学会のメンバーでもあった佐藤の法解釈において興味深いのはボーアラが中心となって提唱した量子論でのコペンハーゲン解釈。 シュレーディンガー、ディラック、アインシュタイン、マッハといった物理学者たる自然科学者の影響を受けている点である。先行、憲法、医療に関する法、知的財産法、医療と倫理、相対性理論、量子力学的法解釈ほか、ほかほかなど、ありがとうございます。